アメリカ合衆国陸軍による子供への読み聞かせ読み聞かせは、主に乳幼児期から小学校年齢の子供に対して、和者が共に絵本などを見ながら音読する行為である。日本では1896年に岩谷さざなみが京都の小学校で行った公園童話がルーツであると言われているが、競技にはこれはお話し会を指しているという指摘もある。乳幼児期の上層教育、 文字の習得などに効果があるという。年齢が上がっても読書への導入としても有効であり、集中して話を聞く訓練にもなりうるため、採用している小学校教諭や、として読書の時間と並行し、取り入れている学校では、近隣で活動しているボランティアや、図書館職員、PTA らにより実施されている。イブスキシリ図書館のように高齢者向けに読み聞かせを、 行う図書館もあり、小さな活字を読み取りづらくなった人などから評価を受けている。日本では市民活動として子供が本に親しみ、読む楽しさを体験できるよう、地域の施設で子供の本の貸し出しが行われてきた。これは地域文庫と呼ばれ、同じ活動を個人宅で行っていることは家庭文庫と呼ばれる。子供文庫は両者を指している。 子供の読書に一生を捧げた石井桃子がアメリカから帰国後に村岡花子や土屋茂子たちと家庭文庫研究会を結成。自宅の一室を開放し児童図書館桂ラ文庫を開いた。その活動を綴った子供の図書館が全国的に家庭文庫が普及する上で貢献した。阿川沢子も桂ラ文庫に通った一人である。読み聞かせは 子ども文庫の活動として行われている。一方、読書に関するスキルの育成については、主に学校が責任を負っており、公共図書館では、乳幼児から小学生を対象とした年齢対象別のサービスである、児童サービスがある。今日では、主に児童サービスの一環としての読み聞かせであるが、それは、国連決議に見られる子どもの権利に基づく理念からより、 子どもの読書量減少、読解力低下に対応するために読書推進、読書環境の整備を目的とした読書推進運動の流れが入ってきたものである。エポックメイキングとなったのは2000年で、この年は子ども読書年に当たった。また同じ年に OECD が実施した生徒の学習到達度調査の結果公表があった。読解力低下は誰の目にも明らかであった。 学校図書館、公共図書館を含めて子供の読書環境に関わるあらゆる組織が連携していくという方針により2001年に法律が施行された。子供の読書活動の推進に関する法律である。国や地方公共団体に責務が負わされ、多くの地方自治体は子供の読書活動推進計画を策定した。さらに2005年、文字、 活字文化振興法が制定された。必要な数の公立図書館を設置すること、民間団体を支援すること、学校において、司書教諭や学校司書を充実させること、翻訳出版への支援、学術出版物への支援が、その具体的な内容である。読書推進、読書環境の整備を目的として、山岳、分断のトップを揃えて、 出版文化産業振興財団が創設された。JPIC は読み聞かせのために読書ボランティアを要請し各種のフォーラムを開催した。ここで読書推進運動の中での読み聞かせが運動を指導していく。その中では読み聞かせの有名な専門家による船橋市西図書館蔵書破棄事件も発生した。 零歳児から中学生まで本の選択さえ合っていれば読み聞かせを喜ぶ。岡崎らは読み聞かせにあたっては大げさに読まず、淡々と読むようにすることを勧めている。これについては読み手の角の感情移入は聞き手の想像の余地を狭め登場人物の印象を操作しかねえないためであると指摘されている。また、一語一語はっきりと子供に聞きやすく真似しやすいように読む。 選ぶ本が読み聞かせの質をほとんど規定するため何の本を選択するかは非常に重要であると考えられている。幼児の場合同じ本を繰り返し読むようせがまれればこれに応じる。読み終わった後に感想をありがとうございます。